ヤクルト監督高津慎吾通算286セーブ防御率 3.20。 これ単年で見ると思ったほどではない不思議。2002年くらいから結構劇場やってたからな。課題評価の塊。通算で防御率2点台だったら2倍いいんだがな。防御率悪いねん。やから佐々木みたいな圧倒的な感じがない。リリーフの価値は金属年数やな。海外や独立行ってまで現役続けたのすこ。晩節予後そうが自分が納得するまで続ければええねん。古田とセットやからな。マクドナルドでポテトだけ食うやつおらんやろ。それは普通におるやろ。それ言うならラーメン屋で半ライスだけ頼むやつおらんやろって例えが適切。メジャー初年度の方がすごいと思う。壊れそうになると復活。高津って最後の古田とのバッテリー組んだ時が一番いいピッチングしてたと思う。常に登板試合かける 1.5 くらいのイニング稼いでるのが時代を感じるわ。1イニング限定になってからのリリーバーとは別物よね。にっしりだけ抑えるマン。劇場型だし本人も別に3点リードだったら2点取られてもいいと思って投げてたんだよね。日本、アメリカ、韓国、台湾の4つのリーグを経験した唯一の人。今後もう出てこないやろな。ただこいつは本当に心臓に毛が生えてると思う。大舞台では失敗せんかったし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。